愛のハイエナー。今年3月、あるネット記事が世間を騒がせた。はいはいはい、あ、これは俺見た。え、渡部健結婚式スピーチで大受け。出てたね、これが。記事によると何を言っても受けるそうで、渡部曰く、お前が言うなバブルが来ているのだそう。いや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 、このバブル、これマジでやばいじゃん。本当ならば見てみたい。そこでチャペルですね。神聖な場所ですよ、これ。はいはいはい、ここ2年一番お会いしたかった。いやいや、お兄様、僕も思ってました。お兄様、お兄様、スキャンダル兄弟、スキャンダル兄弟の弟。円満でどうする。見ましたよ、ネットニュース、はい、結婚式のスピーチで大受け。ちょっと頼まれて、はい、いや、さすがにできないだろうと、うん、どうしてもっていうんで行ってみて、やったら、うん、むちゃくちゃ受けたって。そうでしょ。誰が笑うんですか、あなたのスピーチで。俺が参列して渡部さんが出てきたら、はい、出てきた料理全部吐きますから。そんな嫌悪感あるかな。なんか、うん、こういうのも出されてたじゃないですか、超、はいはい、一流の会話で。この白黒は反転させないと、やっぱ、黒をメインにしないと。いや、なんで白でね。いいじゃん、白メインでいいじゃないですか。渡部健の著書、超一流の会話力には、これも売れはったんですよね。そう、売れたのよ。どうすればその場を明るくし、目の前の人たちを笑わせられるかを考え、実践してきました。でも会話力はあるんですよ。いや、あるでしょ、やっぱ。果たして超一流の会話力で参列者を笑顔にできるのか。絶対嫌ですけどね、結婚式で出てくる。嫌ですよね。絶対嫌ですよね。いや、でも知り合いやから受けただけじゃない。いや、そうよ。知らん結婚式行って大丈夫。今回渡部にスピーチを依頼したぶっ飛んだ新郎新婦とご対面。あ、どうも。あ、どうも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 、お願いします。この度はおめでとうございます。すいません、おめでとうございます。ほんまの新郎新婦でしてるんですね。怖いもの知らずの新郎新婦、実は消防士、看護師と2人ともお堅いお仕事。本当ガチの一般の方ですよね。全く関係ない。一昨年入籍するも、コロナで結婚式ができず、その間に第一子を出産。現在第二子を妊娠中。え、めっちゃちゃんとしたご夫婦ですよ。二人にとって念願の結婚式のはずだが、なぜ渡部を。小さい頃からアンジャッシュさんのファンだったので。なるほどね。そう、はあはあ、そういうのってテレビで言っちゃって大丈夫。大丈夫だね。昔の話だし。一生に一度の結婚式なんで、はいはいはい、思い出に残ればいいなと思ってます。うん、いい思い出にできればね、いい思い出に、ね、残したいですよね。これでもね、ご家族、うん、ご両親、ね、それよ、特に言ってない。気まずいです。え、知らない状態なんだよね。どっちの、どっちも知らない。どっちの、お父さんお母さん知らない。だとしたら行かれてますよ。やばい、言ってない。父さん言わなくても。言わなくてはダメよ。いや、言わなきゃ。それが一番怖い。そこ、両家が、ご両家なんです、問題は。ご両親のご職業とかは。父が警察官。ちょっと待って、待って。捕まっちゃう。入った瞬間に逮捕もある。手錠かけられる。法は犯してないのよ、うちは。トイレのセックスは法は犯してないの。はっきり言い過ぎやね。現行犯じゃないの。大丈夫。女が言うセックスって久々に聞いたわ。いや、まったよ、ちょっとマジで。いや、ちょっとマジで、ちょっと悩む渡部だが、その著書にはポジティブとネガティブは表裏一体なんだ。いいって、一回一回なんか障害者ええこと書いてあるから。そう、今こそ逆境を生かして参列者が喜ぶスピーチを生む絶好のチャンス。これ結構パーソナルとかも聞いて、うん、今までのね、こう慣れ初めとか、ほんまに今のロケから1時間ぐらいでブワーってスピーチの内容を。午後1時、披露宴がスタート。うわ、渡部は余興の後、出席者にサプライズで登場。結構一番大事なとこやん。重いな、これは、ね、うわ、これはちょうどプレッシャーだよ。ちょうど緊張するサイズやな。芸人が言ったら絶対滑るパターン。滑りますね、これね。背を向けてる人もいます。もうちょい席、席詰めてくれよ、もうちょい。さあ、お父さんどうだ。新郎のお父様ですね。あ、お母様、お母様、うわ、あ、ちゃんと真剣に皆さん聞いてる感じや。
これお父さんかな、お父さんかな、お父さんですよ、新婦のお父さん、警察や、警察官の、うじゃ、いやめっちゃ怖いじゃん、いや幻覚そうやね、え街のゴロつきでしょ、いやいや違う、お父さん警察官のお父様、お父様、うん、怖えな、あれ渡部さん、あのなんか、はい、奥の方綺麗そうですよ、お綺麗そう、やめろ何をチェックさせてんの、おいやめろやめろ、誘うな行くなら個人で行け、誘うな、それではお二人のご結婚を祝福いたしまして皆様に乾杯をしていただきます。僭越ながら乾杯の挨拶をさせていただきます。ガチやな、花向きの言葉を述べさせてください。人生に大切なあいうえお、あら、あらパターンがあ来た、今こういう、はい、うん、い大丈夫かな、命、こうなんかドキドキしてきた、お、おいらない構えてまうね、う、うん、うんね、え、うん、えん、えん、お、お、おない、お、うん、おん、おん、うん、えん、おん、あれ、かきくけこ、いきます、いや、皆さん、グラスを持ってください、ちょっと滑りましたね、いやいやいや、違うな、違うな、違うな、いやもう一気に汗出ましたよ、ね、どれだけうまい話し方を身につけても話題選びに失敗すれば全てが台無しになってしまう、何の関係もない方なのに、はいはい、おっかねということで、まもなくあと15分後ぐらい、15分後、やばいな、うまくやろうとするんだよね、はい、気持ちで ね、はい、ね、なんとか誠実に、はい、あのお祝いの言葉を述べるという気持ちを持って、わ、はい、かりました、渡辺さん、はいはい、あの多分これだけつけてった方がいいかもしれない、なんでよこれは、もう謝罪会見の時のやつ、多分俺これで、ね、謝罪しやすいんじゃないか、いやいや、ダメよこれ違う、謝罪に行くわけじゃないから、いやこれバシッて決まったからかっこいいですよ、戦場に向かうわけですからね、今からこれは、はい、渡辺さん、ほんまありがとうございます、うわ、いい、これ怖い仕事やろ、いい VTR よこれ、さあということで、この余興の後、渡部さんが披露宴でスピーチ、まもなくですね、ちょっと今まで経験したことない、果たして場違いな渡部のスピーチは本当に受けるのか、いきます。それではもう一方、新郎新婦を心から祝福したいという方が駆けつけてくださいました。怖すぎるやんけど、これどうだ、この方です、どうぞ、失礼します、失礼します、よろしくお願いします、さあ来た来た来た、あ、どうや、あら、あれ、ほら、さああ、でも、でも、分かった分かった、はい、気づいたよ、気づいたよ、湧いてる湧いてる湧いてる、でも、女性がすごい引きつった顔してる、いやいや、びっくりしてんのよ、あれ、お母様、あー大丈夫かな、耐えれるかな、渡部さん行って、渡部さん、頑張ってください、皆様、あのご紹介には預かってないんですけれども、お笑い芸人アンジャッシュの渡部健と申します、よろしくお願いします、すごい、待って、盛り上がる、新郎新婦お二方からオファーをいただきまして、ちょっと親のスピーチに、駆けつけました、はい、はい、なんとか生きております、ありがとうございます、いや受けてます、受けてます、あ受けてる、改めまして、大樹さむらみさん、そしてご両家の方、ご親族の皆さん、本日は誠におめでとうございます。まあね、新郎のお母さんはあれちょっとね、どうなんやろ、複雑な顔してはる。ちょっと人笑い欲しいっすね。まあね、コロナで式が挙げられなかったという話を聞いて、まあ本当に今日という日を迎えられて、本当に改めてお祝い申し上げます。はい。でコロナ中ね、多分皆さんいろんなことがねできなかったじゃないですか、ね、
僕はちょっとまた別の理由で入りのことはできなかったんですけど、まあ、とにかく今日は大いに盛り上がっていきたいなと思って、ちょっとお祝いのスピーチっていうと生意気なんですけども、一応あの滝さん、あの結婚生活の先輩としてちょっとあのはい、すいません、今日ねちょっと3つほどアドバイスをあの授けたいなと思います。よろしいでしょうか。お願いします。まず1つ、奥さんに絶対嘘をつかない。あ、いいいい、はい、あ、はい、2つ、奥さんに絶対隠し事をしない。3つ、奥さんを絶対に泣かせない。はい、この3つを絶対に守ってください。この3つを破ると家庭はとんでもないことになります。私渡部家かなりのレアケースでございます。はい、うちの妻の素敵な妻のおかげでなんとか家庭は維持してますけども、これだけは守っていただければなと思います。いや、 やっぱさすがですね渡部さん。超一流のスピーチで会場は大盛り上がり。だが渡部にはもう一つミッションが。母があんまりその感動してその泣いてるところとか見たことなかったので、そういった感情をちょっと引き出してほしい。そうですね、泣かせれますか。感動出ていくだけで大事なの。感動させろ。介護士として働きながら息子二人をいつも気丈に振る舞い育ててくれた母、ね、今まで照れくさくて言えなかった感謝の思いを渡部に託し、母を感動させたい。全然人前で泣く人じゃないねって。なるほど。兄弟4人兄弟なんですけど、その中でも一番なんか迷惑をかけたなと思ってるので、やっぱりそういうところをなんか謝りたいっていうか、厳しかった両親に反発し家出を繰り返した思春期。あー、そうなんや。そんなんもなんかぐっとくるね。大人になった今でも意地になって謝ることができずにいた。29年間秘めていた謝罪の思いを渡部に託したい。得意分野来ましたよ。謝罪はお任せ。一生に一度の晴れ舞台、新郎新婦の望みを超一流の会話力で叶えられるのか。で、聞いたらね、まずお子さんがいらっしゃって、しかも第二子を授かったということで、出産を経験して育児に悪戦苦闘して、改めて両親への感謝の思いというのが今すごくふつうつと湧いてるという話を聞きました。まず大輝さんね、野球をずっとやられていて、小4から高校3年までやられて、高校時代は聞いたらもう正月以外は全部野球の練習に打ち込むような生活で、お母様本当に聞きました、毎日ねお仕事して大変忙しいのに毎朝4時に起きてお弁当をね、食べ盛りの息子にお弁当を一生懸命作って、泥だらけのユニフォームを真っ白になるまで何度も何度も洗濯したという話聞きました。お母さんでも感動してあるよ。嫌な顔一つせず当たり前のようにやってサポートしてくれたこと、今大輝を改めて本当に感謝しております。はい、お母さん俺泣きはれた。渡部さんのスピーチ泣きはれたよ。ほんまや。そして新婦まゆみさん、まさに同じ思いだと思います。伺うと4人兄弟で一番迷惑をかけたと本人も自覚しております。そして生まれた時から反抗期だったんじゃないのと言われるぐらい、とにかく反抗をして、とにかく親の言うことを聞かずにここまで来たという思いがあるそうです。そして今ご自身の子供を育てる上で、やはりお二人への感謝の気持ち溢れております。まずお父様、大変厳しく育てたと。まなみさんも当時は理解ができなかった、なんでこんなに厳しいんだろうと。しかし今自身の子供ができた時に、あのお父様の厳しさは愛情以外の何物でもなかったと本当に本人思っているそうです。そしてまなみさんのお母様、本人一つ大変後悔していることがございます。中学時代ですかね、お母様に向かって、なんで私はお母さんの子なの、どうして
って言ってしまったこと、本人今非常に深く反省しております。そして深く後悔しております。どうぞ今日を境にお許しください。はい、ということでございます。本当に、素敵なご両親に育てられた2人が今日こういった日を迎えられるということで、非常に嬉しいんですが、最後にいいですか、一つだけ。大輝さん、やっぱり男ですからね、結婚生活が続いていくとまたちょっとね、よからぬ思いと言いますか、ちょっとねぶっ込む、いいよ、浮ついて心がもしか出てきてしまったらですね、インターネットでアンジャッシュ渡部スペース週刊文春と調べてください。あら、いい、一気にそういう気持ちが失せると思いますんで、すごい、はい、というわけで以上、お祝いの言葉と変えさせていただきます。改めて皆さん今日おめでとうございます。素晴らしい、渡部さん素敵なスピーチをありがとうございました。いや、すごいな、やっぱ渡部のさらなる結婚式バブル到来の予感。いや、最初出てきた時あれって思ったんですけど、でもまあいいスピーチだったと思います。まあ、奥さんを裏切らないとかそういう言葉は本当に良かったですね、はい、なんか実感こもってるなって感じで、はい、なんかこちらこそありがとうございました。じゃあ今回の、ね、ギャラだけお渡しした方がいいですよね。それいただけですか。すいません、ありがとうございます。ギャラ、はい、そうなんや。いや、ダメよ、1万円はない。これでタクシー一気に冷めたわ。気持ちよく帰れそうだったこのまま。すごいっすね。すげえな、渡部さんって。力ね、もう話術だけで結婚式の営業回れる芸人になるんじゃないか。うな、もう詐欺師も政治家も何でもなれますよ。なれる。いや、でもすごいよね。どうですか、三上さん。でも私も最初絶対呼びたくないって思ったんですけど、うんうん、もし自分が結婚するってなった時、うんうん、ちょっと呼びたいなと思いました。あ、まあね、あんだけ盛り上がるならね、盛り上がるな、無謹慎だなって思ったけど、ちょっとよ、1万円渡して呼びたいなって思った。いやいやいや、あんないいスピーチする人がさ、あんなことすんねんからさ。いろいろ経ての今やから、まあね、そんな言うたら誰も構成できない。これが一番怖い。鳥肌立った。好評につき愛のハイエナ8月29日からレギュラー放送決定。屋敷がサンクチュアリより待ち遠しい山本雄介ホストになる続編。はい、山雄来ましたよ。あ、山雄介です。初の指名をゲットできるか。取るのは自分らが始めたあれちゃうんか、アメバ。最後は責任持てよ、アメバ。お前言うよか。